ソリンのお値段が高くて嫌になっちゃうわ。確かに、ウクライナ侵攻後の原油高や円安もあって、政府の補助金が投入されているとはいえ、ガソリン価格はすごく高いな。来年1月から補助金がなくなればリッター200円は超えそうだぜ。ガソリンスタンドに行くのも、1万円札がないと不安よね。ところで、霊夢って車持ってたのか？持ってないけど、将来的に持った時のことを考えて憂鬱になってたのよ。心配性なやつだな。ガソリンスタンドでアルバイトしたら、余ったガソリンをタダでくれないかな。ああ、ガソリンスタンドって言えば、空飛ぶガソリンスタンドとも呼ばれる空中燃料補給機の新型である KC-46 の運用を、航空自衛隊が本格化を始めたな。何それ？空中燃料補給機って、そんなのあるの？ああ、じゃあ今回は、そんな航空自衛隊の空中燃料補給機について、じっくり解説するんだぜ。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。さて、空中燃料補給機、あるいは空中給油機とは、飛行中の他の航空機に対して空中給油を行う航空機のこと、タンカーとも呼ばれるんだ。空中で給油するって、そんなこと難しいんじゃないの？空中給油の方法には、大まかに2種類あって、フライングブーム方式とプローブ&ドローブ方式というのがある。方法、フライングブーム方式とは、給油機が、そのビブに設置されたブーム、つまり燃料補給するための円筒状の棒を操作して、受け油機の燃料口に接続し、給油を行う方式だな。ブームの操作は先端についた動力によって空力的に行われ、時間あたりの給油量は多くて、受け取る側の航空機の操縦は容易だけど、ブームの操作に熟練した人員が必要なんだ。ふむふむ。もう一つのプローブ&ドローブ方式は、給油機が給油ホースを垂らして飛行し、その先端に設置されたロート状のバスケットドローブに対して、受け油機に設置されたパイプ状の装置プローブを差し込んで、給油を受ける方式だ。ホースを垂らすって、ブラブラしそうね。装置が比較的小規模かつ簡便で、また給油機側の操作要員が不要であることから、戦闘機攻撃機などでも空中給油ポットを装備すれば給油機として転換できる。けど、天候や気流の影響を受けやすく、また受け油機側がドローブの位置にプローブを合わせる必要があるため、その実施にはある程度の機体操縦技術が必須だし、給油量は少なくなる。航空自衛隊はどっちの方式なの？フライングブーム方式だな。航空自衛隊は現在6機の空中給油機を所有してるけど、アメリカ製だから、ロッキードが開発したフライングブーム方式で運用してるんだぜ。そうなんだ。6機ってどんな飛行機なの？ KC-767 が4機と、KC-46 が2機だな。今後 KC-46 をさらに4機導入するから、将来的には10機体制になるんだぜ。10機って多いのか少ないのかよくわからないわ。アメリカ空軍は極めて多くの空中給油機を運用してるぜ。KC-135 は400機近く、KC-10 で60機程度、最新の KC-46 で KC-135 を更新していくけど、KC-46 は180機程度購入予定だぜ。だからアメリカ空軍だけでも、数百機の空中給油機を運用してるんだ。他に海軍や海兵隊も持ってるから莫大な数だな。そんなにあるんだ。C 国や K 国は持ってるの？北朝鮮はなさそうだけど、C 国は20隻運用してると言われているな。C 国空軍にとって空中給油機は弱点不足ギャップ分野と呼ばれ、現在は1950年代設計のソ連製中16の中国版 H6 爆撃機を改良した、給油量の少ない H6U 空中給油機20機余りと、ウクライナから2014年に輸入した3機の IL-78MP 給油機 IL-76 旅客機改良を保有しているだけだ。意外と少ないのね。2016年に就航した Y-20 輸送機を空中給油機に改良して問題解決を狙い、2018年に Y-20U 空中給油機の試験機初飛行に成功してるから、近い将来に Y-20U は増強されるのは間違いないぜ。警告は持ってるの？エアバス A330MRTT というのを4機運用してるぜ。KC-330 の正式名称となってるな。そもそもどうして空中給油機は必要なの？戦闘機はそれほど燃料を積めるわけじゃない。例えば F-15J の戦闘行動半径は 1900km、F-35 のそれは 1200km となっている。もちろん高速を出したり、戦闘軌道をすれば、これより下がってくるんだ。例えば 1000km って言うと、東京から福岡間だよね。それだけあれば十分じゃないの？一般的には航続距離や滞空時間の延長を目的に行われる空中給油だけど、空中給油によって可能になることは必ずしも長く飛ぶだけではないんだぜ。ほうほう。軍用機の重量は機体そのものの重量搭載する燃料搭載する兵装となるんだが、一般的に燃料も兵装も、どちらも限界まで積むということができないんだ。
これはすべて積んだ際の重量よりも最大離陸重量、つまり離陸できる限界の重量が低く設定されているためだ。主足の耐荷重の問題もあるしな。なるほどね。なので搭載する兵装を減らすか、航続距離を犠牲にして燃料を減らすか、そのバランスが求められるけど、空中給油機があれば、燃料を少なめにして兵装を満載にして離陸して、離陸後に燃料を補給すれば、兵装も燃料も限界近くまで詰めるんだ。そうすれば、ミサイルや爆弾を満載しても、戦闘行動半径は減らないってことね。F-15J の改良型や F-35 は、対地対艦戦闘も想定してるからな。戦力を最大化するためには、空中給油機は必須だぜ。もちろん敵基地を攻撃する場合にも空中給油機がなければそういう行動はできないからな。よくわかったわ。今は4機の KC-767 と2機の KC-46 があるって言ってたけど、どんな飛行機で、どんな部隊が運用してるの？運用してる部隊は、航空支援集団の第1と第3輸送航空隊だぜ。第1は小牧基地愛知県小牧市に所在して、第3は美保基地鳥取県境港市だな。ふむふむ。第1輸送航空隊は KC-767 と KC-130H を、第3は KC-46 を運用してるんだぜ。KC-130H って？ああ、C-130H を改造した空中給油機だぜ。紹介するのを失念してたけど、2機あるんだ。輸送任務を兼任している KC-130H は、空中給油機としての使用機会はあまりなくて、1、2ヶ月に1回程度の訓練機会しか提供できておらず、空中給油を実施できる要員の養成が課題となっているそうだ。どちらかというと大型ヘリ向けの給油機だな。ふむふむ、じゃあ戦闘機用は KC-767 と KC-46 なのね。KC-767 は、ボーイング767をベースに、KC-46 も同様にボーイング767をベースに改造した機体なんだぜ。KC-46 の方が新型なんでしょ？どう違うの？ KC-767 と比べ KC-46 では生存性が高められており、AL-69A レーダー警報受信機 RWR、ANAA924V ネメシス指向性赤外線妨害装置 DIRCM といった、事故防御装置を搭載しているほか、コックピット周辺にも防弾板が装備されているんだぜ。ほうほう、さすが新型ね。給油オペレーター席も 3D ディスプレイを採用した新世代型だそうだ。航空自衛隊向けの機体に対しては、収納式の階段であるエアステアが装備されているらしいな。最大燃料重量も73トンから96トンに増加していて、F-15 なら最大14機が満タンになるくらい詰めるんだ。新型ならではね。グローブ&ドローブ方式での給油も可能となって、UH-60J 救難ヘリコプターや F-35B 戦闘機、陸上自衛隊の MV-22B への給油も可能になったんだぜ。いいことずくめね。まあ、ちょっとお高いんだけどな。KC-767 が1機220億円だったけど、KC-46 は250億から300億円だ。それに米国一部報道でボーイングは空自向け KC-46A の一部スペアパーツについて、過大請求疑惑があると報道されてたぜ。何それ、けしからんわね。ボーイングは初期のスペアパーツの請求について誤って空軍に過少請求していた。その後の契約では正しい金額を請求しているが、結果的に価格が上昇したと認識されてしまった。我々は自らのミスを認めているとコメントしてたな。きちんと謝って偉いわね。 KC-46 の導入については、2機はすでに済んでいるが、3、4機目は2023年度、5、6機目は2024年度にそれぞれ受領する予定だ。美保基地では、6機が揃う2024年度に向け、燃料系統の整備格納庫、駐機場や戦機場、燃料施設の整備が進められているぜ。また、訓練施設を含め、大半の設備は2022年度に完成する予定だそうだ。これで日本の空の守りもより上がるってわけね。ちょっと KC-46 については課題もあるけどな。どういうこと？ボーイングが開発した KC-46A に非常な深刻な欠陥が3つ残されており、1つ目は空中給油作業を監視制御するリモートビジョンシステム RVS の映像に歪みが発生して作業が困難になる欠陥。2つ目は空中で給油口に差し込むブームが給油を受ける航空機の機体表面に損傷を与える欠陥。3つ目は現在のフライングブームの設計だと水力抵抗が大きすぎて永住の給油口に、ブームを押し込むことが困難な欠陥があると言われている。ふむふむ。三つ目は日本には関係ないけど、リモートビジョンシステムの映像と、フライングブームによって発生する受け油機の損傷リスクは問題だな。どう改善するの？ボーイングは問題を根本的に修正するためのリモートビジョンシステム 2.0 を2023年頃までに、
開発して順調にテストをパスすれば翌年の生産分から RVS2.0 搭載が始まり、新設計のフライングブームは2024年頃に届けることができると言ってるぜ。ふむふむ。航空自衛隊に納入された分については、この欠陥への対処をどうするかは不明だけど、今後回収が進むとは思われるな。そういう部分はきちんとしてほしいわね。空中給油自体が事故のリスクがある行為だからな。きちんと改善してほしいんだぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。